ボーカルの春菜です。ベースのともみです。ドラムのりなです。ギターのまみです。もともと大阪にあるダンスボーカルスクールに通っていて、でそのスクールの先生に楽器を勧められて、バンドを始めて、ストリートライブなどを経てデビューしました。2つ目の質問ですけれども、どれぐらいの期間一緒にやってらっしゃいますか？バンドとして結成したのが2006年なので今年で9年目になります。じゃあ一番最初に、アメリカに、今回は初めてアメリカにいらっしゃいましたか？これで3度目です。一番最初に来たのはインディーズ時代にジャパンナイトというツアーに参加させてもらったのが初めてで、その時が初ツアーで初海外ということで、すごいドキドキなツアーでした。今ですね、J-POP とか K-POP っていうのがアメリカのマーケットでも結構広がってきているんですけれども、うん、J-ROCK の時代っていうのが訪れると思いますか？そうですね、なんかこう世界的に今こう J-POP ってすごくこういろんなところで皆さん聞いてくれてるっていうのはすごく嬉しいなと思いますし、 J-ROCK もねたくさんいろんな世界で聞かれていると思うんですけど、だからこう、そうですね、これからだと思います正直で、アメリカは特にやっぱり厳しい目で見てくれているお客さんもいると思うし、だから自分たちがその J-ROCK っていうものを広めていきたいなって思っていますね。アメリカのアーティストで、洋楽のアーティストで一番好きなアーティストは誰ですか？そうですね、最近特に影響を受けているアーティストがフーファイターズなんですけど、デイブ・グロールにものすごく憧れがあって、でフーファイターズの曲を聴きながら制作した楽曲もあるし、もう本当にその彼らのバンド力というか、そういうものにものすごく最近は影響されています。
今回ハローワールドというアルバムを持ってこのワールドツアーを回っています、はい。日本では6枚目のアルバムになったんですが、今回はセルフプロデュース色がとても強いアルバムになっていて、それぞれが作詞作曲した曲をそれぞれがリードボーカルを務める曲も入っていたり、とってもこうパーソナルな面によったアルバムになっています。You just been buzzed.